こんにちは輸入食品の一ノ瀬です、えー、今日はね前回の英語動画で、えー、どのようなお話をしていたのかというね、えー、ことなんですけれども。えー 4月1日からあの始まりました、えー、971条の、ね、新しい広報室に関する、えー、ご説明と、まあ、それに絡めましてね、えー、日本の広報、まあ、室に関する報道規制の厳しさに関して、まあ、改めてね話してみたというような、えー、動画でございまして私これをねあの英語に、えー、直している過程でね本当に、まあ、あの報道規制の、まあ、異様さというかですね、まあ、それを改めて感じますとともに、まあ、このね三宅という ものがあの皇室全体に対してですねもういかにまあ足を引っ張っているかというかですねこの皇室全体のイメージを毀損しているかということを、まあ、改めて感じさせていただきました。 えー、それでは、ね、あの早速、えー、内容の、ね、ご紹介に移っていきたいと思うんですけれどもまずあのサムネのタイトルといたしましてはですね、まあ、あのエイミアが、えー、週刊誌メディアに挑戦状を叩きつけた旧内帳が新たな言論統制を始めるといったような、えー、サムネのタイトルをつけさせていただきましてで、えーまあ、内容としてはですね日本の皇室の、えー、報道規制がますます強くなるといったような話でございます。 あとはね英語に直した元の私の日本語の文章を読み上げていくんですけれども今年4月1日から九七年長に広報室という新組織ができましたそして初代室長に就任したのは警察庁長官官房付の藤原舞子氏ですね。 表向きは皇室をより身近に感じてほしいという理由で設置した部署ということですけれども、えー、今回この新しいチームを率いるリーダーは、えー、警察庁の出身であり、事件の捜査指揮や情報収集、企業などに対し情報管理について助言をする活動を行っている、えー、スパイ対策、えー、スパイハンターとも言われておりますけれども、えー、スパイ対策のプロ集団のリーダーだった人です。 このため971条の思惑としては皇室をより身近に感じてほしいというよりも皇室に批判的な報道は取り締まる情報統制のための組織なのではないかということが週刊誌や国民から新たな批判を受けています。もともと971条のメディア対応は15名の職員からなる総務課報道室が担ってきました。そして15人の職員のうち5名が広報として情報発信活動を行ってきました。 新しい広報室はこの5人に加えエイミア家の職員が1名新しいスタッフを3名増員した9名でスタートし1年以内に民間から1名を採用し合計10名の組織となる見込みです。 室長が民間の大企業の広報担当であるとかプロのマーケティングや宣伝の専門家ではなく警察出身で情報統制のエキスパートであることに加え絵宮家の職員が兼務という形で一名加わるという点を見てもこの組織や国民に寄り添うものではなく絵宮家を批判することは許さない組織であることが予想されます。 実際に皇室に関する批判的な報道のほぼ100%がエーミヤ家に関するもので他の皇室メンバーはマスコミともうまくやっています。私が見る限りエミヤ家は次々にトラブルを引き起こしマスコミや国民から批判を受けても仕方がない状況です。エーミヤがやっていることを批判することもできないのならこの国はエーミヤ家の独裁国家ということになります。それぐらい彼らのやっていることはひどいです。 具体的には、私の過去の動画を参考にしてほしいですが、971がマスコミからの誹謗中傷をやめさせたいのであれば、答えは簡単です。えみやけが皇室から離脱すれば、ほとんどの批判はやむでしょう。それができない場合は、皇室に会計監査を導入し、各みやけが使っている税金を透明にして、えみやけが国民の疑問に NG なして答えるように政府が命じればいいのです。 国の税金で運営されている皇室が会計監査さえ受け入れないのは一体どういうことでしょうか今回皇室に批判的な報道は取り締まるということですが現状でも皇室に関する報道は極端に制限されています。これ以上の情報統制は国民と皇室との水を決定的なものにするでしょう。多額の税金を使いやりたい放題で国民には一切説明がないのであれば皇室そのものが不要と思われても仕方がありません。 皇室に関する情報統制を可能にしているシステムに区内記者会があります110年前からのシステムでこの区内記者会に所属していない報道機関は皇室の会見に参加したり直接取材をすることができませんメンバーは主に日本の主要なテレビ局と新聞社で構成されています そして、宮内記者会は皇室から様々な便宜を受けており、皇族に批判的な報道をすればメンバーから外されてしまうので、実質的に誰も皇室を批判することができません。ですから、江宮家のように様々な疑惑がある場合でも、会見の席で宮内記者会のメンバーが江宮家に厳しい追及をしたり、問題の確信をつくような質問はできません。 一方宮内記者会に属さない雑誌社は皇室に遠慮する必要がないので皇族に対して批判的な内容になる場合があり宮内記者会に所属するメディアとそうでなないメディアの報道内容は全く異なります。そして今回新たに設置された広報室はこの雑誌社の報道の取り締まりが目的だと言われています。 しかし雑誌社が嘘を流しているとすればそれは取締りの対象とするべきですけれども記事の内容が嘘だった場合雑誌社も訴訟を起こされたりして損害を被りますのでほとんどの記事は情報の正確性に関して記事にする前にしっかりと裏取りをしているはずです。 国内記者会の存在の時点で日本の皇室は日本国憲法21条の表現の自由における報道の自由に抵触しているように見受けられますがさらに情報統制をするなら憲法違反となる可能性があります。イギリスのチャールズ3世国王の戴冠式に関してイギリス王室が慣例を破って国家元首を招待することに変更しました。 その場合、日本の国家元首は天皇皇后両陛下であるため、テレグラフなどのイギリスメディアは当然日本からは天皇皇后両陛下が参列する見込みだと報じています。一方、日本のメディアは戴冠式には皇太子が参列するのが慣例であるため、エイミア夫妻が出席予定であると繰り返し報道しています。 このことをおかしいとも日本国民の多くが971条や首相官邸に電話やメールをし抗議の声が殺到したことを週刊誌がトップ記事として報じましたあまりに批判の電話が多いので971条の担当窓口の電話回線は終始塞がっていたようですまた多くの人が日本にあるイギリス大使館にメールを送り戴冠式には天皇皇后両陛下が出席できるようイギリス側から働きかけてくれとお願いする人もいたようです このことは誹謗中傷や根も葉もない嘘ではなく紛れもない事実です。日本のテレビではエイミア家に批判が殺到していることは一切報じておらずイギリス王室が慣例を破って国家元首を招待することに変更したことを報道していません。このように日本のテレビニュースはエイミア家に都合が良い報道ばかりが優先されています。この場合正しいジャーナリズムを行っているのは雑誌社の方だとほとんどの人が思うのではないでしょうか。 971条の新しい広報室は最後に残された正しいジャーナリズムを遂行している雑誌社を言論封殺しようとしています。しかし今日本国内で報道規制しても私たちは海外の BBC やテレグラフなどの海外のニュースを直接知ることができます。現代において日本国内のメディアをいかに情報統制したとしても真実は隠すことはできません。 警察出身者を使って報道規制をするよりも広報の専門家を使って国民が皇室に好印象を持つように SNS などを活用した方が皇室と国民とのより良い関係が生まれると思います。最後にチャールズ国王は引退された秋人上皇、そして近所陛下の2代にわたり日本の2度の戴冠式に遠いイギリスから駆けつけてくれ長時間の儀式にも参加してくださいました。 その恩返しのためにもチャールズ国王の晴れ舞台には天皇皇后両陛下の参列という日本としても最高の敬意を持ってイギリスの体感式に臨んでほしいと私は思います。といった内容で配信をさせていただきました。もう本当にですね日本人としてこんな内容をね海外に、えー、発信しないといけないというようなねまあ情けないというかね恥ずかしいというような気持ちで、えー、今回はね配信をさせていただきました。 ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら、今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。